皆さんこんにちは、タッシアンダンサーギャバンです。久しぶりにちょっとタッシアンダンスのですね、動画を撮りたいと思います。今までちょっと特撮のですね、動画で脇道食ってたんで、ちょっと本業の方にも力を入れたいと思います。今日はですね、いつもやってますけど膝のパカパカですね、パオティの動きの、派生系というか発展系で、しゃがみながらパオティをですねする振り付けがあるんですけども、これに関しての私の個人的な意見を、お話ししたいと思います。結論から言うとですね、ちょっと膝のことを考えると、あまりしゃがみながらパオティっていうのは私は あまりおすすめはしないです。もうそもそものタッシアンダンスの振り付けなんで、ちょっと私の方からそういうことを言っちゃうのもどうなのかなと思いますけど、やっぱりこう始めてすぐですね、タッシアンダンス始めてすぐの、そのまだ素人の頃の意見としては、やっぱりタッシアンダンスの特に男性の動きはですね、膝にすごく負担がかかるなという意見を持ってました。しゃがみながらパオティしっかりですね、こうだんだんしゃがんでいく振りもそうですし、あとはジャンプの振り付けもそうですけども、いきなり高いところからこうしゃがんだりとかね、いう振り付け結構皆さんも当たり前にやったり見たりしてると思いますけれども、いやー、これは膝将来痛めるんじゃないかなっていうのはもう昔から思ってました。バレエとかも結構ハードですけど、なんかここまでダイレクトに膝に負担をかける動きっていうのはあまりないんじゃないかなという感じがしてました。とはいえですね、タッシアンダンスやっていく上で、このしゃがみながらパオティっていうのは出てくると思うんですけど、他の動きでですね、ちょっと例を説明するとですね、筋力トレーニングで、スクワットっていう動きがあると思うんですね。で、スクワットの時に、インストラクターの方から絶対注意されることって、膝を痛めないためにですね、この膝がつま先よりも前に出ないようにっていうのは絶対注意されると思います。かかと重心にして、なるべく、かかとがつま先よりもちょっと僕出ちゃってるっぽいですけど、お尻をなるべく引いて、膝がつま先よりも前に出ないようにすることで、膝関節への負担をなるべく減らすというフォームがですね推奨されてますけど、パオティの場合はもうどうやったって、どこに重心乗せるかっていう話も前別の動画でやりましたけど、つま先重心ですから、このまましゃがんでったら、お分かりの通り、スクワットでは絶対やってはいけない。つま先よりも膝が絶対前に出つつ、こうしゃがむっていう体勢になるんで、どう逃げようと、膝に負担がかかる動きだと思います。なんで、パオティをしながらですね、だんだんこうしゃがんでいく振り付けあると思いますけど、僕の意見としては、もう、等間隔で沈んでいくのなんて、もう、やってたら膝痛くなっちゃいますから、だんだんしゃがんでって、やっぱり膝に負担かかるなと思ったらもうすぐ座っちゃう。こうすることでちょっと膝に一番やばいレッドゾーンをですねスルーして飛ばしちゃうっていうのは一つありな作戦かなと思います。立つ時も一番下に重心も落としちゃってる状態から、やばいところをもうスルーして通過しちゃうっていうのは一個の手じゃないかなと思います。本当はね、ダンスの美しさ的には、こう、等間隔でしゃがんでいくっていうのが美しいとは思うんですけど、いや、僕からしたら将来の膝の方が大事なんで、そこはあんまり頑張るところじゃないんじゃないかなと思います。お子さんは軽いんで、もしかしたら大丈夫なのかもしれないですけど、大人の方とか、僕みたいにちょっと太り気味の男性はですね、しゃがみながらパオティは、ぜひ気をつけながら行っていただきたいと思います。で、しゃがみながらパオティの時の姿勢ですけれども、やはりなるべくですね、姿勢良くしていただいて、要するにこう、重心が前に行けば行くほど、膝の前の方に重心がかかりますから、前にパオティが前傾した時、ちょっとお尻物挟みながらっていう、お話もさせてもらいましたけど、なるべく姿勢良くしてもらって、後ろに壁がある姿勢で考えてもらって、しゃがんでパオティすると。で、足元まで多分カメラ調整したんで映ってると思いますけど、もう、なんていうんですか、膝単体で閉じてっていうよりかは、足首でも開閉をコントロールしちゃってっていう感じですね。でも重心はもうかかとの方に乗せちゃう。
逆にかかとじゃなくて前に行けば行くほど膝の方に負担がかかりますから、もうここは一番気をつけてもらって、後ろに壁があるつもりでパオティしてもらうと、かかとに、かかとの真上にの頭がある状態でパオティしてもらえればいいんじゃないかなと思います。あと姿勢に関してはですね、あのクラシックバレエの動画でもアップしましたけれども、あの上昇気圧、ここに渦を作ってですね、なるべくお腹をこう引き上げるっていうのを意識してもらって、直に自分の体重がですね、もろに膝に行かないように、ここでジェット噴射を作ってもらって膝を助けてもらえればと思います。僕もこれからですね、あの種たまらわクラスでもしかしたらソロの振りみたいなものを子供たちに渡すことがあるかもしれないんですけれども、なるべくしゃがみながらパオティにですね、頼らない振り付けをしていきたいなというふうに個人的には考えています。僕も今レクチャーしただけですけど、膝周りはなんか嫌な重さをすごく感じてるんで、続けてったら絶対膝痛くなっちゃうなっていう感じがあるんで、まあお子様はねどうかわからないですけど、多分しゃがみながらパオティをマスターするためには相当なんか強靭な筋トレ、膝周りの関節を助けるだけの筋力っていうのが必要になるんじゃないかなと思うんで、かなりハイレベルなんじゃないかなと思います。とにかく、成長期のお子さんもそうかもしれないですけど、膝を、関節はやっぱり守っていただいて、十分気をつけていただいて、まあ、基本はもう、地面の方には頼らず、こう立ちながらのパオティで見せれればいいんじゃないかなと、個人的には思ってますので、しゃがみながらパオティは、膝を気をつけて、膝に負担がかからないようにやっていただければと思います。今回はしゃがみながらパオティのですね、注意点ですね、膝に気をつけましょうというお話をさせていただきました。これからちょっと暑くなってきますので、運動する際はお気をつけて。ダッシュ&ダンサーギャバンでした。ありがとうございました。マルルー。